ったアウェーに乗り込みましてガンバ大阪と対戦しましたグランパス。そこでいきなりのサプライズ、ユースに所属する17歳の高校2年生この人、菅原由紀成が J リーグ史上2番目の若さで開幕スタメン出場です。試合は前半の13分、ガンバにいきなり先制点を許す苦しい展開。センターバックに入った菅原、プロの洗礼を浴びます。しかし前半の26分、さあ皆さん、この後のプレーは注目です。流れるようなパス交換から最後はシャベル。もう一度再生します。少ないタッチでボールをつないで、いやまさに最後はワールドクラスのスーパーゴール。グランパス同点に追いつきます。さらに後半の6分、このフリーキックのこぼれ球から放射、新外国人がいきなり結果を出し逆転に成功します。するとセンターバックを務める高校2年生の菅原、ここは抜ければ絶体絶命の場面だったんですが大抜擢に応えます。ナイスプレーでした。さあそして同点で迎えた後半の39分、裏に抜けたジョー、元ブラジル代表の新エースが見事決勝点。新戦力が揃って躍動したグランパスは J1 復帰戦で劇的勝利。さあ試合後、菅原選手を私が直撃しました。17歳で J リーグデビュー、イメージはしてましたか？イメージというかずっと目指してきた場所なので、正直出れるってなった時はチャンスだなと思ったし思いましたし、本当にやる気に満ちた1週間だったというか、ずっと目指してきた場所なので本当に嬉しかったです。喋りもしっかりしてたんですよね。堂々としてますね。頭の中整理できてました。いや辰巳さん、野球ではちょっと考えられないと思うんですが、もう現役の高校2年生が堂々開幕スタメン、90分フル出場、動き見ていても、もうまさにプロですもんね。はい、で動きが早いですよね、この選手ね。もう世代別の日本代表でも活躍してきまして、これ笠間監督、しかし17歳をよくピッチに送り出したなという、気もしますけども ね、次はホーム開幕戦、3月3日午後2時からトヨタスタジアムでのジュビロ磐田戦はますます盛り上がりますね。ここから楽しみですよ